400年もの歴史を持つ日南市の地元特産材である帯杉が世界へ進出です。12月2日の記者会見では佐喜多日南市長が帯杉製品をニューヨークで開催されるギフトショーへ出展し、販路開拓を目指すプロジェクトに挑戦することを発表しました。行政として予算をつけるんではなくてですね、このクラウドファンディングという新たなインターネットを通した資金調達の方法、こういったものを活用して行うというところが非常に行政として全国的にも非常に珍しいやり方だということで今回発表させていただくことにしました。このプロジェクトには自治体職員や宮崎、東京の会社員などで組織される帯杉デザイン会、帯杉世界展開プロジェクトでファーボというクラウドファンディングを通じて250万円の資金を2月5日までに集めます。大まかな仕組みについて田近マーケティング専門官が説明。クラウドファンディングの、本当に大まかな仕組みなんですけれども、今回は地域活性に特化したクラウドファンディングです。で宮崎から、プロジェクトが、生まれます。で今回でいくと帯杉デザインをニューヨークのギフトショーに出品をするというプロジェクトでございます。でその情報をですね、このファーボー宮崎というサイトに掲載することによって、いろんな方がこのサイトで今回のプロジェクトを知っていただきます。支援は一口5000円から10万円まですることができ、主な資金の用途は海外ウェブサイトの制作、翻訳費用、海外輸送費などです。支援者には金額に応じて帯杉製品や日南市の名産品などのお礼をし、もし目標金額に達しない場合は支援者に金額は返金されます。こうして自治体が加わってのクラウドファンディングで資金を集めるのは宮崎県として初めてで、プロジェクトチームは帯杉が世界から注目を浴び世界から評価されたいと訴えています。